野生のカメ怖いという話。野生のカメ怖い。カメっていうのは、まあ、噛みつきガメとかね、そういうスッポンとか、噛むカメってあるでしょ？噛むカメ。まあ、子供が指を噛まれたりとか、怪我するようなカメね。そういうのはまあ怖いと思うんだけども、そうじゃないカメ、優しめのカメ。草ガメとか、ミシッピアカミガメとか、通常のね、カメ。それも怖いなと思ったエピソードがありますね、私はね。私ね、趣味でね、パンとかをちょっと作ったりしてる時期がありまして、でパン作ってて失敗するわけ、こう発酵がうまくいかなかったり焼きが甘かったりねして失敗すると。でまあ人間が食べるにはギリギリアウト、人間が食べるにはギリギリアウトのパンでもね、まあ皮の濃いとかが食べるにはごちそうであるという、そういう状況があるわけです。ですから私はね、失敗したパンは川に行ってココイの餌にしようと、こう川に撒くとコイが寄ってきて食べるわけですよね。面白いんで、失敗したパンはコイにあげてましたね。でその日もですね、失敗したパンを持って川に行ってコイにあげてたわけで、パーって撒くとですね、コイが寄ってきて、で面白いのは、カメがね、水の底にいるのが見えたわけ。その日は偶然ね。その日は偶然、水の底にカメがじっとしているのが見えました。うん、偶然ですね。でも、まあ、カメはね、そんなにパン食べないだろうと。まあ、食べに来たら食べてもいいんだけども、まあ、私は鯉を、こう、中心にね、こう、フィードしてるわけですから。そしたらね、カモですね、カモ。カモまでどんどん、ね、寄ってきてね、私はね、カモの方にもね、餌あげたいなと思って、カモに向かってパンのね、一かけらを投げたわけです。で、私は投げた瞬間に、ああと思って、カモにパン投げたら、カモ逃げちゃうよと。飛んで逃げちゃうよと。要するに石投げてと一緒だからね、フォームとしては。と思ったんだけど、パンがね、カモの近くまで水までポンと落ちてもですね、カモ逃げない。むしろ興味を持ってパンを食べようとねするわけです。うん。で、まあ川のね、周辺はメインは鯉。鯉もう20-30匹来てますんでね。メインは鯉。それからその周りにカモ。カモはね、鯉に譲ってるみたいだね。どうも。カモさんは、コイにですね、その、パンの切れ端を譲ってるみたい。なんでかって言ったら、コイの方が、敏捷性があるし、カモはですね、まあ、あんまり、そのパンを欲していないというかね、まあ、来るんだったら食べるよみたいな感じで、そういう構えなわけね。で、ボンボン投げていたらですね、どんどん私の方も乗ってきて、エスカレートしてきて、どんどん、このパンをね、投げるわけで、投げていったらですね、さすがのコインもね、このパンの飽和攻撃っていうかな、パンがこうたっぷりすぎるほどたっぷり巻かれてるんで、全部食べきれないと。で、ある程度その食べきれないパンがプカプカ浮いてるわけ、川にね。で、川って言ってもこの流れが非常に緩やかな、止まってるような、そういうポジションなんだね。そしたらそのプカプカ浮いてるパンの切れ端に、まあ3センチとかそのぐらいの直径ですよ、そこにですね、おもむろにカメがね、こうスイーと水底が上がってきたんですね。で、泳いで上がってきて、あっと思って食べるのかなと思ったら、それ多分ね、ミシッピアカミガメだと思うけども、結構でかい、直径20センチぐらい育ってる、まあ成長してるやつね。それがですね、口をバクッと開けて、バクンと開けて、で、このパンにね、食いついてバクンと閉じたわけ。で、パンはね、その亀の口の形にこうえぐれてるというか、欠けてるというかね。だから水に浮いてるパンの、こう、亀の口が
こうなんだ切り取るみたいな、そういうことだったんですね。もう本当にねバクンっていう感じで、亀の噛む力というかな、それを見た気がしましたね。もしあれが人間の指だったりとか、はい、そういうことも想像しました。パンなんで柔らかいんでね、すごく柔らかいんで、別にそんなにバクンってやんなくても噛み切れるはずなんですよ。でもその亀はそのパンだってことを認識できずに、なんか美味しそうなものが来たと、で肉とかねそういうものだったら一気に食べないといけないんで、だから肉を噛み切るような勢いね、バクンとねやったわけですね。